にちは、ナスケです。ということで今日は僕は筋トレをやっているわけなんですけれども、筋トレってお金すごいかかるんじゃないですか、ナスケの食事ってすごいお金がかかるんじゃないですかっていうお話をよくいただきます。僕が最初に言いたいのは、僕はすごいドケチなんですよ。本当に僕ケチで、旅行先に行ってもお土産屋さんがあったら、そのお土産屋さんの中でやっぱりコスト&パフォーマンスというね、通称コスパと言われるところをしっかり見てお土産を選択してすごい意識するわけですよ。全部そうなんですよね。生活において全てそう。10円単位でミスタードーナツも100円だけど、110円だったらあの笑顔が110円、あ、違う、120円だっけ。ミスタードーナツもですね、100円と120円で十分違うんですけど、内容はだけどね、それぐらいすごい迷うぐらいケチなんですよね。もうケチな僕がどのぐらい筋トレにお金をかけているのかっていうのをですね、全部今日はもう全部ですねお話ししていきたいなと思います。毎月どのぐらいまずお金がかかっているのか、僕のですね K に来たわけなんですけれども、あれ K って何、なんか妖精が飛んでるんだけど、 K って何、そうキッチン、キッチンにはこんな感じでサプリメントがたくさんあります。僕はプロテインは必須で飲む、これ PHT のプロテインですけど、1キロでだいたい PHT の場合は1500円ぐらいかかります。マイプロとかだと1300円ぐらいだけど、送料がね PHT だと6000円以上買えば送料が無料、マイプロはねもうちょっと高い8500円以上買うと送料が無料だから、初心者の方にもおすすめしたい、すごい安く、そして大量買いしないで済むのは PHD の方かなって思います。他のサプリメントは安くマイプロで大量に仕入れたりとか、まあ、そんな感じで大量購入をよくするわけなんですね。だいたいですね2ヶ月半ぐらいに1回、ややこしい、2ヶ月とかにしとけよと思うんですけど、2ヶ月半ぐらいなんですね、大量購入をします。その時にかかる値段がだいたい6000円から8000円ぐらいだから、月計算すると、まあ、2,000〜3,000円ぐらいなんですよね。だいたい食費が普通の人は3万円ぐらいかかるのかな、そのうちの 2,000〜3,000円ぐらいってことですね。安い食材なんですけど、でれんでんでんでん、この中ですね、まあいろいろと散らかっております。うお、散らかっとんな。僕一人でこうやって煮卵とか作っちゃって、絶対美味しいよこれ、夜食べます。ジュースとかあるけど、これは友達が来た時のやつなんで僕は基本飲まないです。胸肉でしょ、卵、あとはオクラとかですね。胸肉っていうのはこのね2キロのタイプめっちゃでかいじゃないですか、これで790円。肉の中でね胸肉っていうのはね多分最安値なんじゃない。一番よく言われるのはこの2キロの胸肉を動画でよく買うんですけど、これを買ってると、うわトレーニーってお金かかるなって言われるんですけど、多分肉の中で最安値だから、牛肉とか豚肉とかを食べてる人よりかは絶対的に食費は安いんですよね。牛肉とか豚肉とか食べない人ってあんまりいないじゃないですか。だから僕の食費はマジで安い、まあ、卵とか白米もですね僕買って自炊してるんで、食費は本当に月8000円とかなんですよね、サプリメント合わせないで。だから1ヶ月の食費、食べるもの、体に入れるものは本当に1万1000円とか、多くても1万5000円、普通多分3万円ぐらいすると思うんですけど、半額。筋肉を愛すると食費は半額になります。すごくないこれ、めちゃくちゃ半額。そんな感じですね。筋肉がつくものっていうのは本当は食費は安い、ぶっちゃけ安い。筋肉を愛せれば財布も分厚くなると、そして胸も分厚くなると、全部分厚くなると、分厚くなっちゃう。食事の話しかまだしてなくて、トレーニングにかかるお金っていうのまだ全然出てないわけですね。なんか妖精が飛んでんだよね玄関に。この中に僕のジムグッズが入ってます。初心者がまず手に入れておきたいものはジムの靴、これはピンキリですね。僕は1万円ぐらいでこの紐がないタイプ、楽なタイプを買ったけど、まあ1万円ぐらいでいい靴は買えますし、ジムウェアとかもこういうねちょっと洒落てるねマイプロのタンクトップとか、こういうのも2000円ぐらいで買えちゃうし、めっちゃ安いね。ユニクロを超えるんじゃない？超えないんじゃない？っていうぐらいの安さ。ジムウェアも本当にピンキリで、おしゃれしていった方が鏡もたくさんあるし、モチベーションもすごい上がるから、僕は結構お気に入りのウェアとかを着ていっちゃうんですけど、まあこれもピンキリで。そしてジムを始めるとしたら、まあ、パワーグリップ、この1300円ぐらいのイーダスっていうパワーグリップですね。これは握力を使わないでトレーニングできるから僕は絶対持っといた方がいいと思う。でもこれも1500円だからめっちゃ安いと。そして、まあ、毎月ジムのお金が引き落とされるわけなんですけど、ジムはね安いところだとだいたい7000円前後、僕のこれ通帳なんですけれども、7000円前後でジム通えちゃう。しかも24時間使い放題。僕なんか毎日行ってるからもう家賃みたいなもんなんですよね。家賃みたいなもんなんじゃない。意外とあんまかかんないんですよねお金が。怖いんだけど
本当にこのぐらいなんですよ、お金かかるの。すごくない？全然お金かかんなくて、じゃあ明日から筋トレ始めます。どうせならプロテインを買って効果を早く実感してほしいというところで、フルセットで全部紹介したものをフルセットでどのぐらいかかるのかっていうと、初期費用だいたい14,500円、14,500円でフル装備でもうロケットダッシュ、もうジム行ってあっバーンっていうぐらいロケットダッシュできちゃうぐらいの装備ができます。筋トレっていうのはやればやるほど、期間を重ねるほど体っていうのは変化するから、どうせならスタートダッシュしてほしいんですよね。スタートダッシュできる値段が 14,500 円。この中に靴とかウェアは入ってないので、ウェアとか靴とか持ってれば無料だし、持ってなければまあ最初は安いのから始めてもいいんじゃないかなって思います。そんでもってここから毎月かかるお金、僕が筋トレにかけてるお金はなんと22,000円、食費込み。すごくない？普通の人が3万円で食費を抑えている中、ジムも合わせて22,000円です。しかもプロテインもめちゃめちゃ飲んでめっちゃ安いんです。筋トレを始めると肌も綺麗になるし、生活習慣もすごい良くなるし、健康にもなるし、そして食費も安くなる。これ本当にね、この事実を知ってほしい。筋トレってあんまりお金かからないんですよ。まあもちろんですよ、食事で外食したりとか、めちゃくちゃいろんないいレストラン行ったりとかしてたらもちろんその分かさみますけど、それはジムやってない人も同じなわけで、ジム通うだけで食生活も改善され、いい食事っていうのは意外とね、安く食材が手に入ったりとかするわけですね。だからね、本当に安いんです。最初に初めてジムに通うときはどういうジムに行けばいいんだろうってすごい悩むと思うんで、安くて24時間ジムってやるとなかなかですね、行くのが怖くなってしまったりとか、やっぱ僕ですらマッチョの人がいると少し怖いなって感じるから、やっぱりトレーニングやってない人は怖いなって感じるのが普通なんですよね。だから僕が初心者の人が日本一来やすいジムを作って、最初のジムが僕のジムになれるような、そんなジムを作りたいなとは思ってるんですけど、やっぱりパーソナルがついてるジムとかスタッフさんの対応がついてるジムとかっていうのを選ぶと、まあ当然その分お金は上がるけれども、続けやすいジムになるんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、ジムも言ってしまえばピンキリで、今話したのは結構ねトレーニングを始める金額の最低値だと思います。すんごい低い数字です。もっといいプロテインを飲もうとしたら高くなるし、設備のいいジムに行けば高くなるし、胸肉じゃなくて馬肉じゃないと減量できないって感じだったらもっと食費も高くなるしっていう感じです。僕はあくまでこの値段で食事をやってるので、まあ、ケチな根性でね、僕のケチ根性についてこれる方はこの値段でいけるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。